山口大和は日本プロマージャン連盟所属のプロジャーン氏26期生連盟内での段位は4段法王位戦プロリーグでは B2 リーグに所属秋田県出身株式会社ジョイフルクリエイティブ代表取締役高校卒業後上京しスカウトされたモデル事務所に所属その頃から休日には 家の近所のフリージャン層へ通うほどの麻雀好きであったが徐々にモデルの仕事に行き詰まりを感じ始める。同時期、メディアで活躍し始めた同年代でもある滝沢和則、佐々木久虎に刺激を受け、モデル業を引退、麻雀プロを志す。数年間、吉祥寺の老舗麻雀店、ダンヒルで勤務後、2010年、日本プロ麻雀連盟入り。 2016年第14回日本オープンにおいてトータル2位で迎えた最終局にトベマンツもまたはマンガン直撃の条件を満たすリーチ一発ツモタ単ヤを三色同順の上がりを決めて逆転優勝それまでも所属する日本プロマージャン連盟のタイトル戦などでベスト8ベスト16は数多く経験しているが優勝はこのタイトルが初 2017年4月より、スズメネームをヤマトに変更する。2019年6月30日に行われた、マージャン最強戦2019、男子プレミアトーナメント、恐れ知らずの打撃戦を制したが、その後の決勝戦では4位に終わり敗退。しかし、12月8日のサバイバルマッチの出場権を、得ると予選択では、持ち点3400点のダンラスで迎えた南4局に、 4アンコウを積もり、大逆転で予選突破。決勝卓では、接戦で迎えた南3局にリーチつも本位位置、7と位という得意とする面前での手役を仕上げて、トップ目に立つと、自身が親番であるオーラスを流局させて優勝。麻雀最強戦2020ファイナルの出場権を獲得した。キャッチフレーズは、不鎮感、マト。現在は、プロ活動と、 並行して日本プロマージャン連盟、本部道場を含め東京近郊を中心にマージャン教室を複数掛け持ちする売れっ子講師である。教室ではその熱の入った指導からすずめ界の松岡修造との異名もとる。性格は明るく人懐っこい。先輩後輩、老若男女、プロアマ問わずファンが多い。趣味は高校時代に 部活で行っていたサッカー観戦、ラーメンの食べ歩き、バイクでのツーリングなど、下戸である。腰の重い、本人曰く、普通の門前派よりも門前派である。特異種は7とイツ。好きな派は以前はなかったが、前日の日本オープンで優勝を決めたサンピンが、月パイだと言っている。日本プロマージャン連盟チャンネルの番組では、アシスタント、実況、 配布解説などを多数務めるほか、女流プロ育成講座に講師として出演している。選手としても、滝久バトル、ガラクタバトルなど多数。その他放送対局では、モンド TV モンド杯チャレンジマッチや近代マージャン、プレゼンツ、マージャン最強戦などにも出演経験がある。また、インターネットマージャン論に、マージャン格闘クラブにも出場中。ありがとうございます。